ごきげんよう、ごきげんでいよう、青色万華鏡チャンネルのクルーです。本日はこれとってもおすすめしたいっていう iPhone の機能があったので、それをご紹介がてら動画を回しております。何かっていうと、今でこそ YouTube の編集でめちゃめちゃ iPhone にお世話になっているんですけれども、その前からこう SNS、Instagram であったりとか Twitter をしていたので、こうその携帯に触れる機会っていうのが高校生以降ずっと多かったんですけれども、まあ、どうしてもこう iPhone を見ているときに視力が悪いのが相まってどんどんこう首が前に出てしまうっていう癖があって、こうどうにか直したいなと思いつつもなかなか無意識にこう顔から画面を見に行ってしまっていたので直せなかったんですけれども、ついに iPhone からそれをこう直すのをお手伝いしてくれる機能が現れたんですよ。その設定の仕方はテロップに書いていこうと思うんですけれども、どんな機能かっていうと、その画面自体を見ているその距離、その画面を見ているこの距離ですよね、画面とその自分との距離が近すぎると iPhone に近づきすぎていますっていう風な画面になって、そっから動かせなくなるんですよ。分かったよって言って消すことができないので、もうとりあえず話すしかなくて、もうその度にこうクッと、あ、そうだった、自分の姿勢っていう風に思い出せて、この今年の2024年の目標の姿勢を正すというところにこう一歩お手伝いしてくれる機能が現れたことがとても嬉しくて、まあもうすでにご存知の方はいらっしゃったと思うんですけれども、もしまだ知らない方におすすめしたいなと思って、この機能を勝手にご利用しております。で、その機能をまだ使って2日しか経ってないんですけど、めちゃめちゃそのエラーと言いますか、使えなくなる瞬間が多くてですね、自分がどれだけいつもこう携帯に顔を近づけてしまっているのかを震えるほど身に染みるので、ぜひこう試したことない方はおすすめです。で、さらに言うと、この落ちている視力をどうにか自分で回復できないかなっていう風に思っているんですけれども、というのもこの友人が、まあ、目が悪くない友人ではあるんですけれども、この年齢になって視力がちょっと良くなったっていう風な話を聞いてそんなことがあるのかと思って、人間の人体的にそれが可能なのであれば、やっぱりその近くを見て遠くを見てっていうこの目の眼力のトレーニングみたいなあるじゃないですか、それをするのって結構効果あるのかなと思って、で、自分自身そのテレビの画面の字って全く裸眼だと見えないんですけれども、もうそれをめちゃめちゃ目を凝らして集中して、もうそこだけ見るんだって頑張った時に、ふと見えた瞬間があったんですね。もしかしたら目がめちゃめちゃ乾きすぎて見えた可能性もあるんですけれども、まあ理由は何にせよ、そのメガネをかけていない状態でいつもだったらぼやけて絶対に見えないはずの文字が読めた、この感動が自分の中ですごすぎて、こうどうにか視力の改善を少しずつでも測れないだろうかという気持ちがある今のこの現状において、携帯を自分の目から遠ざけるこのシステムに出会えたことが嬉しくて、ただその喜びをこうやって喋りたかっただけなんですけれども、何の動画なんだろうって今喋りながらおかしくなってきたんですが、もう一つそのどうでもいいついでに喋ると、今この着ている服、真っ白コーデなんですけど、大学生の頃あたりからなんか上下真っ白コーデっていうのにときめきを感じて、結構ホワイトコーデみたいなのすることあったんですけれども、ふと今日もその白いパンツをゲットしたことによってそのコーデをしてみた流れなんですけれども、実はこう幼い頃、幼少期からホワイトコーデが好きだったようで、自分はその昔の写真を見つけた時に、あ、小さい頃から上下白で着させられてたから、そのなんかイメージが残ってて、ホワイトコーデにどこか懐かしさと安心感を覚えて選んじゃったりしたのかなって思ってたんですけど、母親に聞いてみたら、こう自分で白コーデを率先して選んでいたということが判明しまして、どうやらもう生まれつき真っ白のコーデが好きな人間なんだなっていうのを大人になって気づいて、人間って変わらないなっていうところにちょっと嬉しくなった次第でございます。ある程度こう大人になった皆さんには、ぜひ幼い頃の自分の好きだったものとか好きだった色とか、何かこうアルバムかなんかで思い出して
見るともしかしたら今の生活との共通点があったりして心があったかくなる瞬間が生まれるんじゃないかなとも思いました。ちなみにですね、今ふと思いついたんですけれども、最近この無印のわらじスリッパ、名前忘れたんですけど、わらじスリッパのようなものですよね。こう履いたものをお見せして申し訳ないんですけど、これがお気に入りでして、こうすごく薄くて、もともとここぺったんこだったんですけど、なんかすごい、なんていうんですか、靴、しっかりした靴のようなカーブができてるのに今とても驚いてるんですけどちゃんと正しく歩けてる証拠だといいなって思いつつ、まあ、これを見つけた時にふとなんか外でこういった草履を履く機会ってないじゃないですか。まあ浴衣とか着ればあるかもしれないんですけど、草履ってわらじって、まあ、B さんも履けますけど、なかなか普段履く機会を、まあ、選ぶなと思ってて、自分自身はそういう B さんみたいなもの普段履かないので、でもその昔の日本人の生活スタイルとか、まあ、昔の日本人のその考え方に触れるにつけて、何かと日本人は意味のあること、意味のあるものと触れ合っていたなって思えば思うほど、この履物のきっと優れた何かがありそうな気がして、これを見つけた時に、あ、家の中で履けるじゃんと思ってスリッパとしてこう愛用してるんですけれども、まあと言ってもまだ 1、2週間しか履けてないですが、でもとてもなんか履き心地が良くて、以前その足の指を広げることがこう足の健康につながるみたいなのを見た時に、この5本指になってるスリッパも買ってたことがあって、これを今まで夏は履いてたんですけれども、こうどうしても5本指ガッて開くその状態をキープしているこの間の部分っていうのが、逆に他のなんていうんですか、足の指同士をこうガッ、本来ならこのぐらいの距離にある指たちをガッて無理やり開けるわけですよね。そうなってくるときに、端の指はまだいいんですけど、真ん中の指が結構締め付けられて痛いなっていうのを長時間履いてて思うことがあったので、で、なんかそれがこれだとないなと思って、こう真ん中だけだし、なんて、親指と人差し指の間だけだし、で、こう実際に履いてても、長時間履いてても、これにはそんな痛みも感じず、こうとても履き心地が良いので、で、こう適度なこのわらじ感の刺激が足の裏にあって、普通に床を歩いてるよりもなんか血行良くなりそうな感じがするなって、こうこれを履いた後にこうフローリングを歩いた時に思ったので、最近はこれを愛用してますっていうどうでもいいおまけ話をつけつつ、本日の動画を終わりにさせていただきます。最後までご覧くださって誠にありがとうございます。本当に最近この友達に話すような話をたくさんしているような気がして、本当に最近クルーの皆様を友達だと思いすぎている節がある気がするんですけれども、でもこれもありかなと、今の私にとっては皆さんがお友達な気分ですので、何卒今後ともよろしくお願いいたします。ということで、またの機会にお会いしましょう。